私、ここで死ねない。
Thank you.
ヒール財団地下研究所で見つけた二階堂の日記には、二階堂が命を懸けた M 計画の目的と彼の長年の苦悩が淡々と綴られていた。
人の全能性を復活させる魔法の液体、エムホルモンの正体を。でも二階堂の日記を読んだ私たちは知っていた。 M 計画のもう一つの悲しい目的を。切実に綴られた彼の言葉の中に日本民族優勢化計画の真相が隠されていたのだ。そしてとうとう影山さんが唇を切って二階堂のもう一つの目的を語り始めた。有り余る才能の対処の方法を知らなかった二階堂は必死になって自分と同じ能力を持つ人間を探し続けた。それは自分が誰なのかを発見することでもあったのかもしれない。非凡な知能を持つがゆえに彼が抱え続けた悩み、それは孤独だった。二階堂の日記に綴られた一言一言がまるで彼の魂の叫びのように私たちの頭にこだましていた。意識してるのはマリアなんだよ。
起こすのかわいそうみたい。どんな夢見てるのかしら。寝顔を見てると14歳なんだけどな。じゃあ二階堂のお兄さん、また会える？もちろんだよ。私はマリアちゃんのお友達だからね。